からオリジナルアニメが始まる。2021年放送予定のオリジナルアニメ四季桜、その制作風景を裏側まで見せていくのがこの番組。名古屋アニメプロジェクト四季桜主題歌を担当するアニソンシンガーの朝香さん、その主題歌の作詞も朝香さんに決定。これまで四季桜制作に携わるクリエイターたちに朝香さん自ら取材してきましたが、四季桜主題歌の作詞がついに完成。その内容について聞きました。朝香さんが四季桜の主題歌を作詞する際に大事にしたことは何なのでしょう。やっぱりアニメのことも考えつつ、あの私からのその彼らへのメッセージっていうのもちょっと込められたりしているので、なんかそこだけやっぱりアニメに寄り添ってしまうと私が作詞をした意味がなくなってしまうので、じゃあ朝香が書いたからには何かしら自分から発信するものだったりとか、自分の経験だったりとかっていうのをなんかこうどん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 こうね反映させていった方が楽曲自体がすごいいい風に仕上がるので、今回はそこもやっぱりアニメに寄り添うんだけれども、ちゃんと朝香の伝えたいことだったりとか気持ちっていうのを入れさせてもらった感じですね。その中でも特に大切なポイントはというと、夢を諦めないっていうのがすごいポイントですね。本当にどれだけ苦しくても、どれだけ本当あの困難な道に進もうと諦めなければ必ずその道は、素敵なものに仕上がるし、夢は必ず叶うよっていう、なんかこうやっぱ学生の時って結構不安とか葛藤とかっていろいろあるじゃないですか。進路もあるし、これからどうしていいんだろうっていう、本当なんかもう漠然としたいろいろものがあると思うんですよ。そんな中で自分たちがいろいろ経験した上でそれを踏まえて何かこう新しいものを導き出してほしいなっていう、なんかそういうメッセージも自分で込めたりしたので、何かを背負って戦うってすごいもちろんかっこいいことだと思うんですけど、それはすごい綺麗なことであって、いわゆるその全部裏まで見ると彼らの気持ちを汲み取るとすごい不安だったりとかプレッシャーっていうのものすごいあると思うんですよ。もうなんか愛知県とかいろいろなこう町の人々の、期待とかを背負いながら鬼と戦うってすごいこう本当に不安だと思うんですよね。だからこそそういう彼らの不安とかそういうのも全部一個一個詰め込んでった感じですね。今回作詞する上で難しかったことはあったのでしょうか。地域にちなんだこう地名を入れたくて、名古屋とか具体的な名前入れたかったんですけど、結構あのユーモアあふれる歌詞になっちゃうかなって思ったので、でもどうしても名古屋っていうなんかこう思わせてくれるようなワード何かないかなって思った時に、ちょっとだいぶオブラートに包んでるんですけど、もう君だけの場所とか、この街輝けずっとっていう、なんかこれ名古屋のことを言ってるのかなっていうふうにちょっと遠回しになってしまいましたけど、そういうふうに私からのメッセージもあって、名古屋が君の場所なんだよと、あとこの街もっともっとあの四季桜を筆頭にアニメが盛り上がって、名古屋盛り上がってほしいなっていう、この街もっと輝けっていう、なんか私からのメッセージもいろいろあって、このトヨタとか入れたかったんですけど、なんかだいぶ趣旨とずれてっちゃって、すごい面白い曲になっちゃうかなって。結構ね何回かトライしたんですよね。縦読みで名古屋とか、どっかに四季桜って入れたりとか、なんか桜っていう単語も実は入れたかったんですけど、どうしてもこうあの春をやっぱり桜ってあの入れちゃうと、そういうなんか春ソングになっちゃうのは私はもったいないなと思っていて、季節に限らずずっともういつでもどこでも年中聴いてほしい曲にしたかったので、あえてそういう季語をなんか季節を匂わせるようなことを言わずに、まあ、遠回しにこう咲くとか舞うとか、この花咲かせてとか、まあ、ちょっと花を匂わすような単語を入れてで四季桜をこうちょっと匂わせていくという、はい、表現方法で描いてみました。その中で特に苦労したことがあるそうです。それはいつネガティブマンからポジティブマンに変わろうかっていう、その線引きがすごい大変で、いつか絶対に
ネガティブからポジティブへと脱却しなきゃいけないわけじゃないですか。でもそれを早くネガティブから卒業させてあげないと、アニメで使われるのって1番とサビだけじゃないですか。1番全部ネガティブだったら、おらめちゃめちゃ暗い曲やんってなってしまうのがすごく怖くて、私はいつかどっかでそのネガティブを卒業しなきゃって、そのポイントラインを引くポイントがすごくすごく慎重にやった作業でしたね。で自分がたどり着いた結果が 1B、 ちょっとメロディーが変わって、だんだん主人公たちもなんかこう自分の道をなくさずに、なんかもっと高く目指して走らさなきゃっていう風にいろいろとねこう変わっていってくれたポイントになってるんですけど、ここですごい気をつけたのが、だから唐突に何か変わる、そういう心境が変わるのは良くないから、ちょっとこう新生活とちょっと結びつけたんですよね。いわゆるそのスタートダッシュ、前もちょっとなんかみんなで盛り上がったと思ったんですけど、そのレディーセットゴーをすごい意識してて、靴の紐結ぶじゃないですか、それと一緒で、でも靴の紐っていう表現のちょっとストレートすぎちゃうから、夢の紐を結んで、その新生活に向けて準備をしている彼らのその気持ちと一緒に、なんかこう、まあ、比喩表現みたいな感じでこういう表現をして、そこはやっぱりすごい、なんだろう、線引きは気をつけましたね。さらにこんなことも気になったそうです。今回はあんまり客観的に見ることはなくて、むしろ私が彼らと同じことになったらどうしようっていう風に考えたんですよね。町のこと以外にも自分たちのもういわゆる学校生活だったりとか、友達との友情関係、プライベートもあるわけじゃないですか。自分も当時いろいろ不安とか悩みとかあったし、そういうとこいろいろとこう自分の経験と彼らのそういうストーリーをちょっと重ねて、こういう風にちょっと、まあ、いわゆるネガティブのところからスタートしていたっていうのは、自分のなんか経験からちょっと来てたりしますかね。100点ですよ。嘘、758点。つまりなごや、まあ100点なんですけどこういう風にアニソンをね書かせていただくのは歌詞では初めてだったので、すごい、まあ、自分の夢の一つも叶った理由のもあって、やっぱ夢は諦めちゃいけないよってメッセージを伝えたかった曲に仕上がりましたし、何よりアニメだけじゃなくて、この歌の中でも楽曲の中でも彼らはずっと夢を追い続け、走り続けて、そして戦っているんだよっていう、アニメの中だけだともったいないなと思ったんですよね。だからもっともっといろんなところで映像以外でも彼らを輝かせたいと思って、この楽曲の中でも彼らはずっと生きております。なのでね、そんななんか勇姿を、映像だけじゃなくて音でも、届けられるように頑張ってレコーディングもしましたし、制作もしたので、ぜひ発売も楽しみにしていただきたいですし、アニメの放送もね楽しんでもらえたらなと思います。間違ってないんじゃね。